神戸市交通局800系電車は神戸市交通局がかつて所有していた神戸市電の路面電車車両である。800型は700型に続いて1937年に801から810の重量が局工場で製造された。当初は500系の JL 車の更新による700系の増備が予定されていたが、軍需産業の活発化により、 利用客も増加した結果、更新を取りやめて、完全な新車として製造されることとなり、車体も大型化されて3、扉車となり、車内もロングシート化された。中央扉は、戸袋窓を作らないために4枚折り戸が採用されたが、ドアエンジンは取り付けられなかったため、すべて手動扉であった。1945年の神戸大空襲では、 804から806.808の4両が被災して廃車された。1947年、神戸市電として、戦後初の新車を増備することとなり、本形式の増備を行うこととなった。その際、戦在廃車された4両と同一番号の大体分4両と、 811から818の増備分8両の合計12両分の車体が東芝星工場で製造され、床下機器や台車は廃車された車両から流用して極工場で組み立てた上で登場した。1962年802と815が衝突事故を起こし大阪車両工業にて復旧工事を受けたが、 その際上高扉の配置を1100型や1150系同様の左右非対称の2扉車に変更され、また815は801に、801を808に、さらに808を815に改版して80、801.802が全中飛車にまとめられた。また1963年に事故にあった813は、復旧の際に中扉を埋められ、 線型と同様の車体となった。3. 扉車として残った車両の中扉は使用されなくなり、扉に似た板を車体にはめ込み、車内座席はそのまま延長せずに、扉車として使用されるようになった。1968年には80、801.802が大阪車両工業にて、ワンマンカーに改造されたが、後に再び、ツーマンカーとして使用された。 本形式の廃車は1969年から実施され、3月23日付で803.807809から811.818の6両が廃車、続く11月1日付で804から806.808812.814から817が、8月1日付で813が廃車され、 残るは801.802の元はアワンマンカー2両のみとなった。この2両は1971年3月13日の市電全廃の日まで使用され、翌日他の車両と共に廃車された。初代801である808は交通局より永久保存車に指定され、妙谷工場で保存されている。ありがとうございます。